ば、あのすぐ、動物園の東門、に入って、あ、着きます。自分は21世紀の森、ナビ使ってないで来たので正確な距離は分からないけど、まあ、10分か15分走れば着くんじゃないかなって思ってます。この旭山動物園のこの今裏手ですね、牧草地帯です。牧草でね、水田地帯ですね。でもう右は森、旭山の麓っていう感じですね。そうしてですね、何を言いたいのかって言ったら、これ正面の向こうの方、ずっと左側の森と旭山動物園というのは森がつながってるかどうかっていうのをちょっと見てるのね。そうすると、細いけどつながってるんですね。だから動物園の横でクマがいた、そういうことが起きたんですね。あ、動物園、あ、21世紀の森、10分でないな、16キロだっちゅうから、まあ、30分はかからんけど15分ではつかないですね。はい、そんなわけでこの辺は何ちゅう住所だろう、東、まあ、あ、旭川市東旭川町という住所ですね。動物園の住所も同じです。